アイドルグループウィナー関水ユンの中国ファンらが、YG エンターテインメント社屋前でトラックデモを行っている。この中国ファンらによると2013年に発売を約束した関水ユンのソロアルバムプランを要請したものだ。なお、今回のトラックデモは6月15日から17日の3日間実施されるという。一方、関水ユンは今週放送予定の MBC 新月日ドラマカイロスに出演し、2017年に放送された TVN 賢い官房生活以来3年ぶりに俳優として復帰する。